さあ、京都の終身はみんながお待ちかねの第11課食文、すなわち佐久間亭長のお話だ。だから今日は特別にこの佐久間書院を教室代わりに使うことにした。ではみんな52ページを開いて。今さら先生が教えるまでもなく、佐久間亭長はこの福井県三方郡矢村の出身である。つまりみんなにとっては郷土の先輩にあたるわけ。この教室にしてからが亭長がまだ少年時代だった頃、お父さんの佐久間義盛先生に使われて読み書きを習われた寺子屋を改造した建物だから、みんなもそれを大いに誇りに思わなくちゃ。そして今日の授業は普段よりぐっと心を引き締め、佐久間亭長の精神というものをしっかりと学ばなくちゃ。分かったな。はい。では片桐武志。はい。今日のところを読んでみなさい。はい。第11食文、明治43年4月15日、第6潜水艇は演習のため、山口県新港沖に出ました。午前10時、潜航を始めると間もなく、艇に故障ができて海水が侵入し、艇は14名の乗員を閉じ込めたまま、海底深く沈んでいきました。艇長海軍隊員、佐久間勉は、直ちに部下に命じて侵入してくる海水を探しました。同時に、侵入した水を排出させようとしましたが、浸水のため、すでに電灯は消えて、艇内は真っ暗く、かつ動力の使用もできないので、ただ手動ポンプを頼りに必死に排水を続けさせました。艇はどうしても浮き上がります。母艦が発見して助けに来るかもしれんという、かすかな望みはありましたが、海上との連絡が断たれているので、それを当てにすることはできません。そのうちに悪ガスが発生して、呼吸は次第に苦しくなってきました。部下は一人二人と倒れていきます。もうこれまでと覚悟した艇長は、
司令塔の覗き穴から漏れてくるかすかな光を頼りに鉛筆で手帳に遺言を書きつけました。の不注意により陛下の邸を沈め部下を殺す、まことに申し訳なし。されど邸員一同死に至るまで皆よくその職を守り沈着に事を処せり、我らは国家のため職に倒れしといえども、ただただ遺憾とするところは、天下の死はこれを誤りもって将来潜水艇の発展に打撃を与うるに至らざる矢を潤うるにあり、願わくば諸君ますます弁礼もってこの誤解なく将来潜水艇の発展研究に全力を尽くされんことを、さすれば我ら一つも遺憾とする心なし。遺書には第一天皇陛下の邸を沈め部下を死なせるに至った罪を写し、乗員一同がよく職分を守ったことを述べ、またこの出来事のために潜水艇の発達の勢いをくじくようなことがあってはならんと考えて、特に沈没の原因や海底に沈んでからの様子を詳しく記してあります。次に部下の遺族についてのお願いを述べ、上官先輩恩師の名を書き連ねて告別の意を表し、最後に12時40分と書いてあります。邸が引き上げられた時、邸長以下14人の乗員が最後まで職分を守ってできる限りの力を尽くした様子がまだありありと残っていました。遺書はこの時邸長の上着から取り出されたのでした。各年人事を尽くして天命を待つ。よし、みんなもこれまで十分おさらいができていることと思うが、この佐久間邸長のお話を読んで、みんなはまずどういうことを感じたか、何か特別の考えが浮かんだものは手を挙げ。はい、はい、よし、長新さん。はい。佐久間邸長は最後の時まで日本の潜水艦のことを心配しておられます。だから僕たちは世界に負けない立派な潜水艦を発明して佐久間邸長を安心させてあげなければならないと第一に考えました。よろしい。みんなも聞いたろうが、今の日高の考えは大変よろしい。これが第六潜水艇の模型だが、この通り今から見るとまるでおもちゃのように規模の小さな潜水艇である。しかも佐久間邸長はこの貧弱な潜水艇の欠陥をなんとか前具合に工夫改善して将来国家のお役に立てようという考えから、ガソリン潜航という危険な実験をやってられる最中、あの不幸に遭われて尊い殉職を遂げられた。今光が言ったような世界各国に負けない立派な潜水艦を発明して我が国の潜水艦の発展を図ろうという考えは、佐久間邸長の礼をかすんでることでもあり、また国家に対する敗北を試みた。ではもっとその他に何か変わった考えはないか。はい、よし、固い。はい、僕も日高と同じ考えでありますが、ただ立派な潜水艦を作るだけではダメだと思います。佐久間邸長をはじめ第六潜水艇の乗組員一同のように立派に職務を守り通す海軍の軍人が大勢でなければ何の役にも立てないと思います。だから僕は将来必ず佐久間邸長に負けないような立派な潜水艦の乗組員になると考えました。じゃあ何か片桐は
今から潜水艦の乗組員が志望してるのか。はい、潜水艦の艦長になる決心です。ほら、笑っちゃいかん。よし、今の片桐の答えはさっきの日高の答えと同様、まことに正しい考え方であると思う。立派な潜水艦を作る一方に立派に任務を果たす乗組員がいない場合は、いざ戦争という場合何の役にも立たんことになる。佐久間艇長もこの点を心配せられて、潜水艇員一つは抜群中の抜群者より採用するよ、遺書の中でも強調してられる。だから今片桐が言ったように、将来立派な潜水艦の乗組員になるということも佐久間艇長の志を継ぐこと。いや、日高といい片桐といい、どちらも佐久間艇長の精神をしっかりと学んだ学校で、先生も大変満足。俺を兵学校にやらせてくれよ。兵学校？うん、小浜の中学を出たら兵学校にやらせてもらいたいんだよな。おっかさん、俺らの一生のお願いだ。お前また出し抜けにどうしてそんな。うん、俺ずっと前から兵学校に行きたいって考えてたんだよ。で、今日ちゃんと約束してしまったんだ。約束？誰としたんや。ほら、宮中の日高さん。あの新作さんとかい、うん、なるほど。お前の決心はおじさんにもよくわかる。だけどな、新作、中学校ならともかく東京の大学生通う間、その間の学士は一体土下にするつもりだ。え？お前だっておじさんの暮らしぶりがどんな具合かぐらいのことはよく分かってると思ったんだけどな。おじさん、俺は苦学するつもりだよ。学費ぐらい俺は一人で稼ぎます。おじさんやおばさんに迷惑かけませんから、おじさんお願いします。いくら苦学するったって、新作、世の中っちゅうもんはな、お前の考えてるようにそんなに簡単に運ばせんぞ。ええ、それはよく分かってます。どんな苦しいことでも辛抱します。できるだけやってみたいと思うんです。お前さん、新作のお父さんの残してった辞書がこっちばかりあるんじゃもん。あれを何とかしたら、うん、だけんどお前、まさかっちゅう時があるぞ。できることなら俺は手放したくないんじゃ。それに不明だってお前大きな嫁にもやらないならんし、その時の下っ気にでもとわしは考えておったんだよ。おじさん、そんなこと知っても言えないわ。知れようか。好きなら勉強させてね。ねえおじさん、私も一生懸命働いて、おじさんやおばあさんの手助けするわ。ねえおじさん。あ、東京の帝国大学に上がり、これは佐久間艇長のように江田島の兵学校を出て海軍の士官になる決心にしたんだ。なるほど、そうかい。ああ、いいともいいとも。お前がそんなに固い立派な決心をしたんなら、お母さんはどんなことでも許してあげるよ。兵学校へでもどこでもお前の好きな学校へ進みなさい。じゃあおっかさん、許してくれるんだね。おっかさん、ありがとう。お前もやっぱしお父さんの子供だね。あ、
横山さん行ってきます。どこへ？佐久間店長のお墓へ行くんだよ。え、佐久間さんのお墓へ？うん、これも日高で約束したんだ。二人の決心を佐久間店長のお墓の前で報告するんだよ。どうだった？僕はお母さんがすぐ許してくれたよ。うん、うわ、今までかかってった。だけど、おじさんがやっと許してくれたよ。そうかい？あ、よかったね。じゃあ二人で佐久間店長に聞こう。うん。佐久間店長、僕はきっと立派な潜水艦の艦長になって、日本の潜水艦のために尽くします。佐久間店長、僕はきっと立派な潜水艦を雇用して無国のために尽くします。いや、どこ行くんだ？あ、どこもか？いや、東京だ。久しぶりで、芝のところに会えんの。どうです、日高元気でやってますか？ええ、大変なご勉強でよく夜明かしをなさってますわ。おお、徹夜とはすごいな。どうぞ。あ、もうそろそろお帰りでございますから、ごゆっくり。やど、いやあ、だいぶ待ったか？いや、今来たところだ。そうか。しかし、随分久しぶりだったな。ああ、お互いに健在で何よりだ。おい、片桐、
立ってみろ。立ってんだ、うん、立って帽子かぶってみろ。君の軍服姿を見るのは初めてじゃないか。ああそうか、そうだったな。よし、おらしたぞ。そうしてみると君もなかなか立派だ。時間のひよこには見えんぞ。どうやらおかげでひよこには慣れたぞ。今度いよいよ練習艦隊に乗り込んで遠洋航海だ。ああそれはいいな。いつの出発だ。あ、明日の午前10時横須賀出港の予定だ。それで今度貴様と当分会えんと思ってちょっと仕入れてきたぞ。ああこれはすまん。すき焼きの詰め合わせだ。5人分だぞ。そうか。俺も卒業まであと2年だ。しっかり頑張るよ。おや、頑張ってくれ。しかし、あまり無理すんな。鉄は体の毒だぞ。いや、これは内側だよ。内側？翻訳の下請けをやってるんだ。おお。この間までは、いい家庭教師の口があったんだからな。ずいぶん苦労すんな。いや、大した苦労じゃないさ。僕のお客さんどうしたか知らんか。今朝早くお帰りになりましたよ。なんだそうか。気の早いやってな。
おい、片桐、もう教務が始まるぞ。ここで行こう。ああ。おう、行こう。行こう。潜水艦の指揮者は、たとえ敵情を得られない場合においても、適当に判断を下し、独断で適切な行動をしなければならない機会が非常に多い。潜水艦の指揮者は、特に鋭い戦術眼を備えておらなければならんという理由の一つは、ここにあるのである。就職したんだ。おお、どこ入ったんだ。神戸の造船所の設計家だよ。おお、それはよかった。周囲殿にご挨拶行ったんだ。まあまあ、今度の様でも実際に腕を振るよ。ワインに期待してくれ。一日も早く優秀な潜水艦を作ってくれ。あ、それでやったです。ところで、片木、君は一体いつ潜水艦に乗り込むんだ。そうだな、あと半年だ。そうだ。だが、これでお互いに軌道に乗った形だな。いやー、全部上演だよ。お互い頑張ろう。目下司令潜水艦の専任将校として毎日猛訓練に従っている。司令は早見中佐、人格識見ともに優れ、あたかも自負のごとき感あり。また潜水艦に対する熱意には全く敬服のほかなし。
艦長は吉村大尉、人格円満、心身気鋭、技量抜群、まさに名艦長というべく、この下に働く小生の幸福、これに優るものなし。片桐武史。千人将校は少しは潜水艦の食事にも慣れたか。いや実にうまいですよ。お世辞は言うな。しかし上官から下士官兵に至るまで同じ料理を壊せるところは潜水艦ぐらいのもんだろう。あ、それが非常にこう家庭的でいいと思いますな。うん、潜水艦は言ってみれば家族だ。みんな家族の一員だからな。艦長はそうですな。あ、そうですか。特に千人将校は君のお母さんは実に若々しい字を書くね。この間来とった手紙を見て驚いたよ。いや、あれは大筆ですよ。どうりで。しかし君は一人息子だと聞いていたが、もう大使者を雇い入れた。これはどう、あれは近所にいる親友の妹なんですよ。親友の妹ならなお結構結構。お互いに潜水艦の中で生死を共にする家族の間柄だ。応援に祝うぞ。なし。おい、この間面白かったっての実に理解だ。また行こうじゃないか。しかし、今度は俺に任せてやらぞ。おい、ちょっと静かに。うまい。おい、何がうまいんだよ。刺身だよ。何の？空気の刺身だ。なんこんなうまい空気の刺身を他の人たちにこうごちそうしてやりてえな。気持ちわかるよ。本当だ。はい。くわ、くわ結構。ありがとう。
潜入証拠。あ、君の故郷は佐久間定長と同じだったな。あ、福井県の味方軍です。それと、小浜はよく知ってるな。ああ、小浜は小浜中学に通っていたんですから。おお、そうか。小浜さんのお察しお願いします。おお、潜入証拠もお持ちしたっす。よし、機関長もお願いします。よし、ありがとうございます。おい、5万円だぞ。ありがとうございます。おい、5万円。はおい、実は今度の4月14日、我が艦は舞鶴小浜方面へ巡航することに相手したらしいよ。おお、佐久間艇長の小官さんに。うん、一同で艇長の銅像に参拝するんだ。おお、それはありがたいですな。じゃあおふくろさんにも会ってくるんだな。ぜひそうさせてもらう。まあ、ついでに若い大室のおばさんにも会ってこいよ。よしか、もうみんないるだか。おい、女性だ。おそば。おお、
たけしさん、たけしさんでございません？え？自分はたけしですが、どの後でしたっけ？まあ、お忘れになって。私、ふみえですわ。おお、ふみえさんでしたか。これはどうも。すっかり見違えちゃって。僕の知ってるふみえさんは、こんな小さい泣き虫のふみえさんでしたからね。どうも。私、ちょっとおばさんに知らせてきますわ。おばさん、おばさん、たけしさんよ。おかえりなさいまし。お母さん、よく帰ってきましたね。これ、お土産です。そうかい。よく帰ってきました。こんなにまあ立派になってね。さあ、お父さんにご挨拶なさい。は、泊まりましょう。さあさな間違いだぞ。水の中に潜るためには全部隙がないように蓋をしなくちゃな。おまけに館内は狭くて、モーターや電池の熱が発散して、こう黙っていても油汗がダラダラ出てくるんだ。それは大変だね。大変だと思う。潜水艦で働く兵隊さんの苦労は他にいる者には想像もつかんだろう。だから、日本人のように忍耐力が強くて勇敢で、なお忠君愛国の精神に燃えた国民でなければ立派な潜水艦の乗り手にはなれんのだ。どうだ。じゃあ日本の潜水艦は世界で一番強いんだね。もちろんだ。それにこう第六潜水艇の乗組員のようにみんなが大和魂にあふれ、一致団結して自分の身を犠牲にして武将を守るからだ。いいか。どうだ、分かったか。うん、分かった。おらも大きくなったら潜水艦の乗組員なんだぜ。お前みたいに放ったらしりゃ潜水艦の方が嫌うぞ。失礼でございます。もしあなた様、片桐館長ではございませんでしょうか。自分は片桐ですが。
さようでございましたか。申し遅れましたが、私潜水学校の練習生、飯塚の姉で吉江と申す者でございます。練習生の飯塚って言いますと、以前片桐様が軍艦日向の分隊長なされていた当時、部下におりました飯塚でございますが。飯塚一等水兵の姉さんに言ってます。はあ、この説は弟がいろいろとお世話になりましたそうで。いやいや、おばあさんは金が抜けたまっておりました。自分こそいろいろお世話になりました。そうすると飯塚に何か急な要件でも。はあ、トールに参るものなら一度会いたいと思います。それより実は弟のことで、ぜひともあなた様にお願い申したいことがあって、今日はるばる国からこちらへ参ったんでございますの。ああ、そうすると私に話があるわけですな。はあ、お住まいの方に伺ったところ、こちら読みになっているというお話でしたので、先ほどからお待ち申しておりました。ああ、そうですか。で、自分にお話というのは。はあ、実はあるいは片桐様もご存じのことかもしれませんが、私どもの父は大正13年佐世保の沖で殉難いたしまして、43潜水艦の乗組員、飯塚機関兵総長でございます。あ、そのことは自分もよく承知しております。それで父が亡くなりまして、間もなく母も病気で後を追い、私どもは兄弟二人きりになってしまいました。お、私は姉として徹の将来のことを考え、やっぱりゆくゆくは父に負けない立派な潜水艦の乗組員にするのは亡き父に対する一番の孝行だと考えました。なるほど。あの通り恨みを飲んで職に倒れた父でございます。もし徹がその志をついて親子二代のご奉公ができたなら、父は草葉の陰できっと喜んでくれるに違いない、とこう考えたからでございます。幸い徹は無事に海兵団も終わりまして、やっと望み通りの潜水学校に練習生として入学いたしたんでございます。私は嬉し涙をこぼして喜びました。ところがでございます、突然徹のところから私宛てに手紙が参りまして、潜水艦乗組員になるのは嫌だというようなことを申して参ったんでございます。え、潜水艦の乗組員が嫌だと。いいえ、そうはっきりとは書いてございませんでした。なんだか曖昧な言葉で、潜水艦の乗組員になるのは不満でならないとか、できたら別の方向に進みたいとか、そんな意味なことを長々と書いてよこしたのでございます。ちょっとおかしいですな。どういうわけかな。どんな理由があるにせよ、今さら志を変える弟の不甲斐なさ、育児のなさ、私の胸は張り裂けるような思いでございました。もし父があの鳥の最後を遂げたものですから、徹は実際に潜水艦に乗り組んでみた結果、急に臆病風に吹かれて潜水艦が恐ろしくなったのではないでしょうか。もしそうでしたら、そのまま私に引き渡していただきたいのでございます。その時は私も死んで皆様の前に申し訳を立てる覚悟でございます。いや、お気持ちのほどはよくわかりました。しかし飯塚も殉難有志の意地である以上、そういう理由で潜水艦を嫌がってるのではないと信じます。とにかくこれからすぐ飯塚に会ってみましょう。そしてできたら分隊長の許可を得て3人でよく話をしましょう。お願いいたします。
飯塚、姉さんとよく話をしろ。トール、この行くになし、お前のようなやつ、お前のようなやつ。あ、そう感情的になってはいけない。飯塚には自分から聞こう。飯塚、お前はどういう決心でこの潜水学校に入校したんだ。お前の父は43潜水艦の有志じゃないか。お前は亡き父の志を継ぐためにこの学校に入校したんではないのか。はい、立派に父の志を継いでお国のためにご奉公する決心でここに入校したんであります、うん、それが分かっているなら、なぜ姉さんにあんな手紙を起こしたんです。この弱虫、お前は急に命が欲しくなったんでしょう。姉さん、それはあんまりな言葉だ。僕だってお父さんの血を継いだ子供です。命が欲しいな、そんな卑怯な考えを起こすもんですか。そんならどうして潜水艦の乗り組みが嫌だなんて言い出したの。さあ、その訳を話してごらんなさい。飯塚、お前のその気持ちが俺にも分からんのだ。ここは神聖な六号神社の前だ。お前の偽りのない気持ちを率直に話してみろ。分隊長、いや、課長、申し訳ありません。実を申します、自分は潜水艦乗組員に対して疑問を抱いたんであります。疑問を？一体どういうことだ。はい、では逆に自分からお尋ねいたします。トール、ま、潜水艦は一体本当に敵艦と戦う機会が来るものでしょうか。いや、実際に魚雷を発射し敵艦を撃滅するような華々しい戦闘に臨む時節が来るものでしょうか。もちろん来る。来るからこそ我々は日夜訓練に従事してるんじゃないか。ではそれはいつの日に到来するものでしょう。いつの日に？それは予測できんな。それが、その点が自分には不満なんであります。それに引き換え陸戦隊や航空隊は今戦いの第一線だ。目覚ましい働きをしてお国のためにご奉公しております。それを考えると自分はただ毎日安閑として訓練のみに従事している潜水艦が飽き足らなくなってきたんであります。なるほど、それでお前の気持ちはよく飲み込めた。静か、お前としてはつまり華々しい戦闘を望んでいるわけだな。例えて言えば敵機と一騎打ちのできる飛行機とか、敵を縦横に走射できる戦車とか。はい、そうであります。そして命を捨ててご奉公したいんであります。それが立派に亡き父の志を継ぐことではないでしょうか。違う。では自分の考えが間違ってるとおっしゃるんですか。いや、お前の考えも一応はもっともだけれど、飯塚、お前は潜水艦の使命や任務というものをまだよく心得ておらんぞ。つまり潜水艦に対する信念ができておらんのだ。さっきお前は潜水艦の乗組員は訓練にのみ従事していると言ったが、そういう精神で潜水艦に乗り込んでいる者はただの一人もおらんぞ。潜水艦乗組員は平時も戦時も変わりはないんだ。毎日がたゆみのない戦争なんだ。いいか、そうした固い信念を持って我々はただ黙々と海の守りに全力を捧げているんです。我が開国日本がかつて一度も外敵の侮りを受けない理由もそこにあるんではないか。例を挙げればお前の父だ。お前の父はなるほど敵弾に倒れたんではないけれど、立派に任務を遂行し我が海の守りの犠牲となって倒れたんだ。お前の父ばかりでなく我が海軍、我が潜水艦が今日あるまでには
幾多の尊い犠牲が払われてきた。身近な例がここにある6号艇、佐久間艇長の殉職された潜水艦だ。そうした屍を乗り越え乗り越え常に前進していかなければならん。お前は父の志を継ぐためにと言ったが、どうしたら父の志が一番よく継げるか、もう一度考えてみろ。それに43潜水艦殉難焼死に達しては、賢くも時の摂政の宮殿下より誘惑なるお沙汰を賜ったはずだ。お前も遺族なら胸に明記しているはずだ。今それをここで処してめえ。はい。一度忠誠軍人の本分を尽くし、商用投資に尽きたるは感動するところない。もう一度。はい。一度忠誠軍人の本分を尽くし、商用投資に尽きたるは感動するところない。もう一度。はい。一度忠誠軍人の本分を尽くし、商用投資に尽きたるは感動するところない。わかりました。艦長、よくわかりました。な、飯塚。公園ダムの中に花と散るばかりが勇者じゃないぞ。強い強い責任感と偉大なる犠牲心と思って任務を果たすのが本当の勇者だ。飯塚、我々の腕を振るときは必ず来る。近い将来において必ず来る。はい。姉さん、どっか間違ってました。心配かけてすみません。許してください。トール。姉さん。いやあ、どうしたんだ、突然。急用ができたんだ。もうちょっと待ってくれ。片桐さん、こちらがだいぶお待ちになったんですよ。ああ。どうぞごめんなさい。こんだけしくてごちそうはないから、泊まってけよ。うん、そのつもりで来たんだ。ところで、おめでとう。何が？何があってとうとうあっぱれ艦長になってそうじゃないか。君の方が出世が早いぞ。いや、貴様こそ金天の望みを果たすわけじゃないか。かけながら喜んでいたぞ、うん、どうだ、設計の目はついたか。うん、ついた。それで実はな、その設計を君に見せていろいろと君の意見を聞きたいと思って今日わざわざやってきたんだ。おお、できたか。うん。おお、実は会社の方でも多少意見の一線箇所があったんだが、僕の信念を曲げずに押し通してきたんだ。おお。まあ、傭兵家としての君の意見を遠慮なく聞かせてくれ。どれどれ。なるほど。トン数がこれだ、うん、それから水上速力がこれ、航続力がこれ、それからと、航続力はこれか。うん。それから水中速力はこれ。それから武装はこれだ。それからここのとこはこれ。
中滝、居住の方もこの辺のところは相当苦心したつもりなんだ。え？とにかく船全体として各種の性能が釣り合いが取れて、僕としては理想的な潜水艦ができたつもりなんだよ。どうしたんだい？だか、この設計は貴様の全知全能を傾け尽くした設計か？無論、心血を注いだ設計だ。じゃあ、貴様の会社の人たちは全部これに賛成か？いや、いろいろ賛否待ちましたが、僕の信念は変わらなかった。ある人は速力をもっと増して、このくらいにせよと。ある人は武装をこのくらいにしろという。居住性をもっと良くしろというものもあるし、先行性能にもっと重点を添えというものもある。速力だけをこれにせよというなら無論できるけれども、そうなれば武装やその他に大きな犠牲を払わなきゃならない。また単に武装をもっと増してこれにせよというなら、当然その他にもっと大きな犠牲を忍ばなきゃならないんだ。君も知ってる通り、水上艦船ならともかく、潜水艦ではそんな過大な要求を同時に満足させめるような計画というものは絶対不可能だ。いや、傭兵家としての俺は速力も武装も同時にその最高を要求する。君も潜水艦乗りならそんな無茶なことを言うな。速力も武装もそんな過大な要求を入れたら、先行性や居住性は一体どうなると思うんだ。常識から言っても学理からしてもそんなバカな話があるもんか。じゃあ日高、貴様の設計は常識と学理の寄せ集めか？常識と学位を離れたものは、それは空想だ。よし、じゃあ貴様に聞くわ。いや、貴様の常識と学位に聞くわ。本次編の壁塔における海軍機の豊爆撃はどうだ？40何メートルという台風をついて、暗淡たる品海の嵐の中を大変態を持って乗り切った東京は、その常識でできることか？あのまた、柏村兵装の飛行機が片方の横をなくなしてもなお、基地に帰り着いたことを貴様の学歴で説明できるか？燃えるがごとき人中報告の精神は常識や学歴を超越するんだ。無論、人中報告の精神力の偉大さは認める。しかし現在の学歴は10プラス10はあくまでも20だ。決して30にはならんぞ。バカ！貴様は昔、佐久間艇長の墓前で何と言った？世界一の優秀な潜水艦を作って艇長を安心させると誓ったじゃないか。それが今頃になって10プラス10は20だなんて言ってんのか。10かける10はいくつだ。10の10乗はいくつだ。俺だってそのくらいの気迫は持ってる。だが現在科学の力は様の空想なんか厳然として受け付けんだ。バカ！だが貴様はどこまでも世間並みのことで満足する気か。佐久間艇長の壮烈な殉職は何のためだ。科学の力、技術の力の及ばないの精神力で補うとしての尊い犠牲ではないか。日高、大使一番、もう一度頑張ってみろ。日高、おい、日高。
大使一番日高、もう一度頑張ってみろ。日高、貴様の設計は常識と学理の寄せ集めか。貴様は昔佐久間艇長の墓前で何て言った。世界で一番優秀な潜水艦を作って艇長を安心させると確かに誓ったじゃないか。人中報告の精神は常識や学理を超越するんだ。新作頑張れ。だが体も大事だぞ。では俺は遠洋航海に行ってくる。真っ黒になって帰ってくるぞ。貴様も達者でいろ。電報頼む。宛名は広島県呉市潜水学校気づけ片桐武志本部、君に負けた。うん、そうだ、君に負けた。大使一番頑張るぞ。新作仕事のしようがないんですか。あ、これはですね、はあ、つまり、あ、頑張りましょう。あ、そう、はい、thank you.
弟さんいつ帰ってくるんですか。いつ帰ってくる。今度は少し長引くかもしれんな。みんなお母さんの言うことをよく聞くんですよ。はい、はい、じゃあ今度お父さん帰ってくるまでに素晴らしいモーターボートの模型作っておきますからね。うん、なえじ。うん、お母ちゃん。はい、お前またお父さん帰ってきたら忘れずにパイプとタバコを持ってくるんですよ。はい。あの肌着以外はみんなにおう。あ、いや、おじさん、こんにちは。あ、こんにちは。ね、ご健闘を祈ります。いや、どうも。キータローが本州南岸で行われる艦隊演習の潜水隊司令をせつかってな。はまた当分、消火で引かれてくるよ。あの場所までお見送りいたします。いや、ありがとう。いや。
ってありました。あ、ありがとう。しよう、おめでとう。実はこの10日付で潜水艦1号の偽装委員長に変わるという内命があった。あの潜水艦は君の親友が設計したんだそうだね。は、日高晋作という自分の親友の不審の設計です。そうか。は、じゃあその親友のためにもしっかりやってくれたね。は、ありがとう。片桐、おめでとう。おめでとう。じゃあしっかりやれよ。は、兄さん、素晴らしいんですよ。なんだよ。あのね、今たけしさんから電話があって、兄さんの設計した潜水艦1号たけしさんが試運転することになったんですって。え、片桐が？本当か？明日試運転するんですって。兄さん、嬉しいでしょ。はあ、嬉しいと思う。こんなに嬉しいことはない。まるで夢のようだ。なるね、僕と片桐はな、子供の時佐久間艇長の墓の前で手を握り合って約束したんだ。僕が立派な潜水艦を作り、あいつが立派な艦長になってそいつを走らせるって。その夢が今実現するんだ。これが嬉しくなくて。内科艇がお迎えに参りました。あ、飯塚、お前も今日からは一人前の潜水艦乗りだ。いわば晴れの初陣だ。戦いに臨む覚悟でしっかりと任務を全うしろ。
18、19、20、21、22、23、24、25。うまくやってくれているからな。なんだか心配だな。大丈夫よ兄さん、今にきっと大成功の知らせが来るわ、うん、しかし心配だな。
直ちに、総員集合、交換板。集合よし。班長、総員38名、集合よし。よし。本日はこれにて潜水艦1号の飛行を全部完了する。乗員一同の一致協力により極めて良好なる成績を納め得たことは、小自走委員長として大いに満足かつ感謝に堪えざる次第である。目下本艦は山口県新湊沖を通過中である。今さら言うまでもなく、この地点は過る明治43年4月15日佐久間艇長の指揮する第六潜水艇が貴重な殉職を遂げた場所である。よってこれより我が艦は佐久間艇長以下14名の乗員の礼に対し敬意を表し、ここに奉言礼を行う。